変やないか。大丈夫。あなたは？平気や。おい。リーさん。無事やったか。早かったな。あの闇医者は。大丈夫や。仲間が見とる。それより車や。まだ追手が来るかもしれんのやろ。うん。車はあれや。ちょ待っとれ。こっちや。いや、なんで俺に嘘ついちゃうの。悲しいじゃん。俺にこんなことさせんなよ。今度は俺もちゃんと約束守るつもりだったのによ、うん、女殺したら島のんとこに戻してやるって約束したもんな。なのになんでこんな真似すんの。嘘つかれたらお前のこと助けてやれないよ。もう殺すしかなくなっちゃったよ。でもいいよな、二人一緒に殺してあげるから。桐生が抜けた道島組では幹部の筆頭だった久瀬に代わり、道島組若頭補佐太平一家組長阿波野弘樹が新たに台頭していた。阿波野は立花不動産が持つ空の一坪の情報を奪うべく、桐生に立花の身柄を引き渡すよう迫る。かたくなに要求を飲まない桐生に対し、阿波野は堂島組を挙げて包囲網を狭めていった。桐生は兄弟分である錦山の助けにより神室町を脱出するが、その錦山とも決別を余儀なくされる。東条界最強といわれる堂島組との対立が深まる中、それでも神室町へと戻っていく桐生。そこには桐生の首を狙う強大な力とわずかな仲間とが待っているはずだった。
さんいた、いたぞ俺。ん？キリュウじゃねえよ。うわこの野郎、紛らわしいなりしてんじゃねえ。キリュウじゃねえ。おい、こいつ見たらすぐに知らせろ。いいな。はい、はい。明日連絡します。どうかそれまで堂島組から生き延びてください。
キリュウ、うん、勝手に俺らの視界に入ってきた。ちょっとそこら、てめえの全てがムカつくぜ。なんだこれ。やれ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。お客さん、今日期待の新人入ったんですよ。あ。おい、ん？いや。いや。え？
何何ちょっと寄ってきませんか？